皆様こんにちは。株式会社 CF ネッツ不動産コンサルタント藤原博之でございます。今日はですね、アパート建築現場からちょっとしたリポートをしたいと思っております。こちらですね、カメラさんちょっとぐるーっとこう現場をターンしてもらえればと思うんですけれども、ぐるーっとこれはですね、私どもの、グループ会社、南青山建築工房プロデュースの、新築アパート現場でございます。実はこの今年になりましてですね、こちらの現場が着工しましたもんですから、ちょうどその新築アパートっていうのがどういう工程を踏んで建物が立ち上がっていくのかっていうことを、分かっていただくにはちょうどいいんじゃないかなと思って、こちら今日来ています。で、今日ご紹介したい建築用語、いくつかあるんですけどね、建築用語をご紹介します。まずですね、建築確認が降りて、いわゆる着工ですね、工事着工っていうことになりますと、一番最初にやる工事が根切りと言います。根っこの根を切ると書くんですね、根切りと言います。で、根切りという工事はちょっとカメラさん映してもらって、こう土地がですね、なんかデコボコデコボコシャベルカーが入っていて、なんかこう掘られていますよね、掘られている、これこの状況を根切りと言います。で、ちょっとシャベルカーの方をちょっと映してもらって、で、こちらの方は土がこう露出している感じですよね。で、これが根切りの第一段階です。これがもう根切り始めみたいな感じですね、第一段階。こう土を掘る仕事ですね。で、その土を掘ったら今度はですね、今度右側ちょっとターンしてもらうと、なんか砂利が巻かれてますよね。これ砂利巻かれてます。これね、砕石っていうんですね。根切りをしてから砂利を巻く。これがですね、基礎工事をやる前の準備段階の工事になります。ここから、いわゆる新築の、一戸建てもそうだし、アパートでも同じなんですけど、まず最初の工程が、この根切りをして砂利を巻く。こういうとこからスタートしていきます。そして、ちょっといいですかね。今日お話しているのが、根切り、それから砕石という言葉、建築用語なんですね。で、もう一つ皆さんにお伝えしたいのが、やり方という言葉ですね。やり方って何だろう。僕ね、最初聞いた時に親方の子分かなって思ったんですよ。親方がいて子分がやり方みたいな、なんかね、なんかそのことが聞いたから。でもね、やり方っていうのは僕業界用語なんですね。で、やり方ってのは何を指すかというと、実はですね、この企画です。この企画のことをやり方、このね、木枠をやり方って言うんですね。親方の親戚じゃないですこの木枠のことをやり方と言います。で、このね、木枠って何のために作るのかっていうのを説明しますね。ちょっとここズームできますかね。境界石で、やり方というのはですね、土地の境界ギリギリにこう木枠をこう四方にこう作っていきます。こう四方に作るんですね。で、これはどこに作らなくちゃいけないっていうのは特になくてですね、敷地内のなるべく大外に作ります。で、こう木枠を作るんですね。で、これはある意味適当に作ってる感じなんです。で、これは何のために作るのかっていうのが重要で、これはですね、墨出しと言いましてですね、建物位置を決めるために重要な木枠なんですね。で、この木枠自体は敷地の外周に適当に、ある意味適当に作ってるんですけど、それに対してちょっとここを映してもらっていいですかね。ここからこう回ってここを映してもらったらいいですね、で、そこの十字のところとか、これはですね、この赤い線ありますよね。この赤い線は設計図に従ってもうドンピシャ測量してドンピシャで入れてます。で、この赤い紐をですね、ここの現場に設置したいがために、この木枠を外周に作ってるんですね。だから、このやり方はですね、敷地内のこう大外に適当に作ってるんですけど、このやり方の上に墨出しというんですけれども、その建物の外壁の位置ですね、外壁の位置だとか基礎の位置を決めるために、この固定現場で言えば赤い線、現場によっては黄色い線もあるんですけど、これを正確に測量してビシッとこう合わせるために、このやり方っていうのが必要なんですね。ですから、このやり方を作って、このここの現場は赤い線なんですけど、赤い線を、こっちの南北の線が東西の線っていうふうに決めて、今それに従って基礎工事から何から全部起こっていくと。で、
基礎がですねずれてしまったら建物の外壁が全部ずれますから、そういう意味で言うとその基礎工事というのはとっても重要なんですよね。でだからこのやり方が狂ってしまいますと基礎を作り直さなくちゃならない羽目になる可能性があるんですね。ですからこのやり方というのはそういう意味では要は建物の位置を決めるために必要な建築工程の一つなんですね。それをやり方と言います。親方の親戚はないです。人間じゃなくて木ですということなんですね。今日はですね、南青山建築工房プロデュースの新築アパート現場から、値切り、採石、そしてやり方のご説明をいたしました。業界のプロの方も、それから不動産投資家の方も、このぐらいのですね、業界用語は覚えておいていただいた方がいいと思いますので、ぜひ役立てていただければと思います。今日は新築現場からのレポートでした。ぜひお役立てください。